こちらが3つある商業施設の一番手前のミオカミーノという施設で、シークルーズの受付はこの中にあるそうです。乗り場はリゾラテラスの前だけど、受付はミオカミーノの中と。ちょっとややこしい。うわ、めっちゃおしゃれ。こっちがなんかボルダリングができるみたいです。こっちがシークルーズの受付。目の前がね、天草の4号橋ですね。で、こっちが売店エリアで、どっちかってなんかアウトドアテイストの商業施設といった感じでしょうかね。こちらがミオカミーノという施設です。